すでに砂嵐。そうだわ、コンビニ行こうかな。24時間コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、防犯カメラコンビニエンス、こちら温まるマークか、不良のたまり場、入り口でたむろ、怖くてありにくい入り口でたむろ、声かけられたそこのお姉ちゃん、ななちゃん、なんですか、ノブラでした。さあ不良を過ぎれば自動ドアが私のために開いてくれる。エロ本読んでる親父と並んで雑誌読んでたら、何を買いに来たわけじゃないけど買うものを探す。24時間コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、公共料金コンビニエンス、コピー早くしてよ、素敵なアルバイト、しかも無表情、私はすっぴん、眉毛も描かずに、あんまんください、ちょうど切れてます、じゃあ肉まきは、かしこまりました。ちょっとお釣りの渡し方、私の手のひら風に使い、小銭も分金代わりにレシート置くな。財布に入れにくいのよ、ちょっとムカッとしちゃうのよ、そんな時は私からもし返しするの。